億万長者合宿ね、金がないんだったら稼ぎましょうって話ですよ。稼ぐの嫌だったら投資で利回りを得ましょうってことですよ。それでも嫌なら誰かからもらいましょうってことです。多分お金を手にするにはこの3種類あるんじゃないですかね。自分で稼ぐ、利回りでお金を受け取る、配当をもらう、そして頼み込んでもらうというね、この3つのうちどれかじゃないですかね。でも最もバランスが取れてるのはやっぱビジネスじゃないですかね。誰かを豊かにして自分も豊かになる、両方いいわけですよね。誰か家を建ててくんないかなっていう人、家に住みたいな、家が欲しいなって人に、はい家ですよって言って、その人の欲求を満たしてあげてお礼をもらう、手数料をもらうね、不動産屋の出来上がりですよ。勉強したいんだけどな、勉強が分かんないな、教えてくんないかなってことで家庭教師をやるね、両方とも豊かになるでしょ。知識が豊かになる、お金が豊かになる、いいじゃないですかね。投資はね、その中でもお金を悔しがって失う人、お金を喜びとともに受け取る人がいるんで、ビジネスはちょっと種類が違うんですよね。まあでも私はビジネスと投資ってのは3つ目の選択肢、ただ何もしなくてもらうよりは簡単だと思います。で、まあお金をね、ただもらいたい人ってのはずっと受け取れてないんじゃないですかね。もらえないですよ、なかなかね。山口会長ぐらいでしょ、あの新幹線のね、新潟駅の緑の窓口で腰を折りながら、あ困った困った困った、財布がない財布がないって小さな声でつぶやいて、どうしたんですかっていうふうに話しかけてくれる人かもを待つんですよ。どうしたんですかって話しかけたらアウトです。その人は2万5000取られます。いやもうなんかね、私は財布なくしてしまったんや、新潟に来てこんな目に遭うと思わんかったみたいなことをね、言ったと思うんですよ私はね。新潟に来てひどい目に遭ったみたいなことを言ってね。それで新潟県民に罪の意識を植え付けた後に、すまんがの、岡山までの電車賃貸してくれんか、2万5000円でええんじゃ、2万5000円でも3万でもええんじゃって値段上がってますからね。そんなこと言ってるんじゃないかなと思うんですよ。山口会長はお金をもらう天才です。銀行に行ってもね、なんかあることないこと喋って、なんかそれが信用になるんでしょうね。なんか1億5000万融資受けてたりしますよ、20億負債がある身で。何考えてんだと思いますけどね。私の目の前でそんなことやるもんだから、あ、1億円って簡単に手に入るじゃんと思いましたよね。私にはまあその力量がないんですけども、もらうっていう力量が、私は稼ぐとか配当っていう力量があるんですけども、ただもらうっていうのはなかなか私の力量ではね、届かないですね。だから究極に難しいですよ、お金をただもらうっていうのは。なんか縁起がましいことしてね、財布なくしたみたいなこと言ってもらうのかもしれないですけど、いや、いろんな稼ぎ方、お金を手に入れる方法あるもんですね。で、億万長者合宿の件で言えば、あの私も講師としての参加だったんですけども、同時にこの億万長者合宿に参加することによって、俺はどのぐらいの力がつくだろうなっていうふうな、あの参加者としての参加でもあったんですよね。で、結果どうなったかっていうと、億万長者合宿参加して結局またプラスアルファで稼げるようになったじゃないか俺はみたいな、そんなことでした。うん、だからね、なんか稼げてない人が稼ぐことに遠慮しちゃダメですよ。とりあえず1000円稼いでみたら、1000円までは稼げるようになるわけじゃないですか、100円とか500円ね。で、10万円稼げるようになったら3万とか5万とかはもうできるわけじゃないですか。で、100万のものを売った経験がある人は30万とか50万とか70万の商品作って売ることは物おじしないと思うんですよ。で、最初から100万売れってわけじゃないです。まずは無料のものでもいいから、数千円のものでもいいから売ってみましょうと、それを当たり前にしましょう。そしたら今度は値段上げてみましょう。いろんな方法がありますけども、最初のワンステップでとにかくね、1000円のものでも売ってみるとか、500円のものでも売ってみるとか、なんかできんだろうって話ですよ。それがね、億万長者合宿の、合宿に参加してカレー食って動画を作れないとかね、何なんですかね。この吉田さんとのやり取りははっきり言って何の意味もないです。ただ、まあ、来てるからやるだけというね。だからね、特にね、意味があったりマインドがどうとかモチベーションなくたってできるわけですよ、こんなこと、ね、できるって。そのできるの道の向こうに人生が出来上がるわけですよ、望み通りの人生が。じゃなかったら永遠に誰かの人生の脇役、カモラル役ですよ。それでいいのか、それでいいのか、
いってらっしゃい。